ここ行って左のあそこかな。バーマンダイ。もう一個いい武器が手に入ったらクマさんにドラゴンテールを出したいな。お、レベルが上がった。おお、いいパラメータアップ率。さすがセクシーギャル。セクシーギャルのお通りだい。ここだったっけ。ガイアの剣はどうなんだ。アイテム欄残るのかな。強くなったもんだ。クマさんが持ってるけど投げ入れた。だから消滅しそうだよな。何爆発してる。やってること結構まずいよね。火山に剣をぶち込んだら噴火した。その結果ね、火山灰により海が干上がったという。なんということでしょう。消えてる、消滅してる。まあ、草薙の剣あるからいいか。おう、トロルとフロストギズモだろう。ボストロールはね、まさしくボスな強さだったけど。強い強い。おう、ふう驚きの強さ。やめて。タカちゃんの守備力が落ちている。しょうがない。コンボを盗んでいた。まあ目に見えてコンボを持ってた。これは雑魚一人になかなかの苦戦をさせられてしまっている。ネクロゴンドの洞窟。あれは。サマンオサ南の洞窟。違うな。あれなんだ。フロストギズモは多分効率的してくるからね。とっとと倒さないと。ベラミーちょい痛い。トゥ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 。うん、わからん。とりあえず明らかに右下だから右下行こう。トロル。けどフロストギズモを先に。脳筋の単体攻撃めっちゃいい。冷たい気ならまあ大丈夫か。まあ、科学の防御だね。余計なことはしない方がいい。死ぬと帰るのめんどくさい。早くベホイメ覚えねえかな。夜になってしまった。毒の沼地だとまあね、痛恨さえでなければね、脳筋は大したことがないんで。香川君の火力が足りん。後ろ狙うのはやめろ。あのトロル卑怯者だよ。よし、ここか。ここを乗り越えれば私はもっと大きくなれる。お金1200。まあいい、死んだら死んだ。宝箱はない。3個。もっと静かに歩け。ここネクロゴンドの洞窟だよね。ネクロゴンドの洞窟1階のようだ。おっと出しとかないと。満月草。よし、ついでにタカちゃんちょっと拭いといて。あ、ここではないらしい。ここじゃない、どこかに。ちょっと宝箱3つ。こういうところにはいいものがあるはずだ。これはいいものだ。回った回った。にゅーゾンビキラーを持て、毒針を持て、ルーンスタッフを持て。会心会心、ナイス毒針、よしギラ痛くないよ、いけいけ、よし。あーあー、ギラ打たれただけじゃねえか。そして今全員が単体攻撃になっている。あぐめた。経験値4万、4人で分けて1人1万ちょい。てか宝箱ねえな。あった。おお、稲妻の剣。これ確かね、イオラの効果がなんかのはずだから、クマさんの装備だね。そして草薙の剣はルカナン用、稲妻の剣はイオラ用。そして私は炎のブーメラン。毒針は、ドラゴンテイル。そしてちょっとさすがにモーニングスターのねダメージが足りなさすぎる感ある。しかしこの上は破壊の鉄球しかないんじゃないかな。まだ2つ宝箱はあるはず。忍び足いいね。おっ、よし、メダルか。次は70枚だっけ。割と遠い。上に疾風のバンダナだからな。星降る腕輪に比べたら地獄の騎士 ×4 の最悪。焼けつく息8回の可能性は恐ろしすぎる。よし、お前はザキかよ。ホロゴーストのザキ連発も怖いね。一人旅だとここが地獄なんだよな。勇者一人旅。あれ、もうそろそろ全部回ったんじゃない？これが行く道だろ？こいつらよ。4入れないかな、見た感じ。倒しきれてない。やばい、やけつく息だ。こえ。通常攻撃の方が助かる。そんなに攻撃力大したことないな。そうでもないか。俺が星降る腕輪で素早さが上がってるからか。4人でもこの経験値。軽くホイミーをかけて、よし。あっ、刃の鎧もここだったか。これ最高級の鎧。クマさんにしようかな。確かダメージ跳ね返したはずだからね。守備力低い方が返るダメージが多いはず。刃の鎧上、刃の鎧下、刃の針金。盗賊の花。あ、ないんだ。じゃあ先に行きゃいいか。上に、ああ、どっかから飛び降りるのが正解形かよ。かわいい。レギュラマあたりぶち込んどくべきだったから攻撃。2体は倒したい。よし、ザキじゃなければ OK 効かなかったはやめてほしいな、ほんと。経験値1000超えてんですけど、メタスラよりいいじゃねえかよ。77 MP3 だけ。マホトラスゴロク剣を盗んでいた。スゴロク剣は盗むもの。飛び降りるのが正解っぽいな。お、踊る宝石はいいお金。弱っ。やけつき駅は怖い。やめてー。ほら食らった。でももう大丈夫だな。ここまで倒しておけ。タラタタタタ。別に経験値はもらえるからね。呪文、キアリク6も消費すんの。単純に消費量が飛び降りる系が多いな。あれ、ここも宝箱ない。飛び降りる系が多いな。凄まじいダメージ。下だ。こうやって行き止まりに行くと安心するんだ。まあ、宝箱さっきの回もないしこの回もないからね、もう割とほっといて。おっと、こいつベギラマ使ってきたよな。稲妻の剣もね、使っても効かない時があるから、それ考えるともう殴った方がいいんじゃないかなっていう。だよね、覚えてるわ。めっちゃ痛い。魔法ダメージ軽減されてるのは香川くん。ほら、殴った方がいい。もういいか、満タン。魔法ダメージ軽減できるの香川君だけだな。魔法の鎧と魔法の盾かな。ドラゴンシールドは炎ブレス。鱗の、いまだに鱗の盾。魔法の盾もう一個ぐらいか。行き止まりだと。やっぱ飛び降りなきゃダメなやつか。あやっぱ通常攻撃が一番信用できるわ。よし、ザラキ。よりによってお前が死ぬのか。ああ、回復薬が死んじゃったよ。世界中のファー、確か1個だったらいつでも取れるはずだからね。あんま気にしなくていいかな。飛び降りてみるか。どこが正しいんだったかね。とりあえずね、気になってるところあるし、もう1個行ってからにしよう。ザキじゃなくてザラキかよ。ザラキ ×4 の可能性あり。恐ろしすぎる。やけつく息もね、MP 消費って意味で怖いから、とっとと倒しておきたい。おお、それはハグメタにお願いします。ここの右まだ行ってなかったよね。2匹ぐらいだね。こいつ4匹まで出た気がするからな。よし、やめてー。単純に MP6 も痛いんだよ。ててててて。飛び降りが正解じゃなかったのかな。こっちが正解か。ミニデーモンはメラビもしてくるしね、多分息も吐いてきたはずだから、とっとと減らしたい。よし、無限ループじゃね、もしかして。で、先生でちょっとでも数を減らしてくれ。タカちゃんも頼むぜ。3匹3匹、せめて3匹。よし、超経験値は美味しい。11だがザキで死ぬとどうしようもない。87、これ無限ループじゃね、違う、怖いんだけど。全員痛い攻撃してくる。やっぱ全体攻撃持ちは怖いね。やめて、せめて通常攻撃してライオンヘッド。ヒャダルコー、冷たい息、痛い MP が。通常攻撃タカが知れてる。香川君の MP は節約しておきたい。やっぱ無限ループだよねこれ。恐ろしいマップやで。飛び降りるのが正解です。2体ならでもベギラマ2発は痛いから、よし、せめて1匹減っておけばね。にゃーかわいいな、じゃれてるみたいじゃないか。ガイアの鎧がね、特に効果なさそうな感じ。どこに飛び降りるかかな。右奥、変わらねえか、違うのか。やっぱもう一個上が正解か。地獄の騎士、まあ正直ロンダルキアよりはマシか。あそこは本当の地獄だったからな。焼けつく焼けつく焼けつかない。一人旅だったらここ来た時30ちょいぐらいだったかな。ここ飛び降りんのかってことは、お、オッケー。お、お宝があるようですな。ああ、いかにもな。ライオンヘッドに踊る宝石、ピーヒャラピーヒャラパー。それ踊るポンポコリンだよ。マヌーサー、あら。3回攻撃。驚きの攻撃回数。あった。ねねねね、こんなんわかるかよ。いろいろ怪しいな。外れ。もう一回飛び降りるとループっぽいね。ループっていうか変える道っぽいから多分正解はこっちでいいんじゃないかな。よし、もう出たんじゃない？ないよね。よし、脱出ではない。だから宝はない。下もまだあんのか。よしよし、行き止まりをチェックした。ヒャタルコ4連発だと死ぬよ。2体は倒したい。いけ、タカちゃん。一発は許容範囲だったけど OK。 こいつも1000くれる。4体で忍び足があるおかげでね、だいぶ自由に探索できます。3体。一刻も早く攻撃をするんだ。あー、来た来たー。だが大丈夫、まだ大丈夫。早く攻撃を。死なない。満月草を持たせたやつ2人が焼けついてるから死ね。6MP だけかい。キアリク2回はきついな。あと10。キアリク1回で終わり。よし、もう最後だろ。もう全部マップ見たろ。あとクリアだけだろ。上の右の奥だったな。ガメゴンロードまで。そんなのいいから地獄の騎士をまずは倒せ。もう焼けつく息はやめて。よし、魔法カンタとか魔法使わねえから。クマさん殴れ。脳筋の力を見せてやれ。93、113。メラミ、メラミは使える。ひーひー。宝箱はゼロなんだよ。分かってる？ん？飛び降り？焼けつく息の方が困る。ああ、刃の鎧で死んで。敵の素早さもそれなりに厳しい。おお、あったぜ。宝箱ゼロだもんね。もう行く必要なんかどこにもない。やった。はあ、超えた。バラモス城発見。でも祠だ、祠持った。その横の洞窟は何？あと3個もある。いた。なんとここまでたどり着く者がいようとは。シルバーオーブを授けよう。きっと魔王を打ち滅ぼしてくれるであろう。伝説の不死鳥ラーミアもそなたらの助けとなってくれるであろう。3個もある。すごろく券。死ぬ前にすごろくしたかった。小さなメダル。すごろく大好き。なんとか1回でね、ただ世界中の歯使わされちゃったけどね。そんなに小さなメダル取れた記憶はないが、バラモス城終わってからかな。ゆっくり休むんですよ。とりあえずバラモスの前まで見つけたところで装備が手に入らなかったら、あと買わなきゃいけないものは魔法の盾1個ぐらいだね。まあバラモス城に少しぐらい装備落ちてるだろう。確かびっくりするぐらいラーミアが遅かった覚えがあるんだよな。はい、ルーラ、もうね、タカちゃん転職してもいいけどね、する職業がないんだよ。賢者か武道家以外にしてもしょうがないし、そもそも盗賊が強い。エジンベアから左。